前回に続き、えー、ゲストにお越しいただきましたのは、株式会社トリプルワン代表取締役社長伊藤翔太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー前回もね、こう嘘つ、うん、のいろんなお話をさせていただきましたけど。ね、また今回も後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いやーね、本当にだからね、こうさっきは、あのね、あのー。まあ、時間とか、うん、曜日とか変わるよねってとこもそうなんだけど、はいはい、最後に出たそのね。 みたいなああいうねせんべろ系の店もねやっぱねこういいよねあの金富士さんとかいや分かるえっと北線プラザビルの地下1階焼き鳥の金富士大好き僕も大好き金富士さん金富士とかまあね第三モッキーセンターとか出た 第三もうあのね僕も思い出で言うと僕ねユニバーサルミュージックの宣伝マンやってた時に結構先輩が15時半とかに「何やってるの?」って目が来て「いやプロモーションしてますよ飲みに来いよもういいからやめてプロモーションいいからはいでもの先輩たちが集まったとこに合流して例えば第三もっきりセンターで。 みんなもう普通にそこでもベロベロベロ,ベロ,ベロ <laughs> やってるお店がまずあるんですねあるその時間帯にあるんですよ大体このすすきのから歩いて10分15分ぐらいですねそうねイメージはねあのだからあそこはえっ、ー、とーちょっと二条市場の方角バスセンター,ンターですもんねセンターの横の北電の裏手、うん、かな、うんだから 結構この観光で来た飲食業界の先輩とか、なんかどっか昼から飲めるとこないのって連絡来たら、いや第三向けセンターがいいんじゃないですかねって僕も言いますマジでマジマジ。ウケる。結構そのやっぱり老舗感というか、大衆感というか酒場感がすごい勉強になるなって。いや、いいっすよね。あの、カウンターもすごいじゃないですか。いや、いいっすね。四角形の。四角形のね。あの、ぐるっと回る。ぐるっと回る。あのー、 実は、早めの時間にっていう意味では、二条市場もやってるんですよ、結構。はいはい。早めの時間に。なるほど。うん。最近だとね。うん。あと、えっと、つな、あの、鈴鹿じゃなくて、えっと、あそこ、狸子道。狸子道。うん。あ、確かに。やってる店やってるんですよね。確かに。狸み道さんもやってますね。やってますよね。あの、飲める。そうそう。飲めるって確かに、狸み道さんとか、 うん、えー、そっか二条市場さんああっあっああるんでしょ僕はね<う>あのはいたぬきこ道には小樽亭屋敷っていうそのカウンター8席とテーブル8席のお店をやらせてもらってて、うん、そこは基本的には飲めますねああやっぱ飲める、ね、飲める飲める,飲めるちょっとアイドルタイムいただくこともあるかもしれないですけどもうアイドルタイムもいらないんじゃないかなっていう話を最近してますうんらーっとゆっくりこうやなんか飲みに来てほしいなみたいなお店ですねそそうそうだからやっぱりね まあまあこれ少数派なのかもしれないけど土日休みじゃない人ってや、まあ、当然いるんですよ確かに、ねうん、そういう人たちはやっぱりね、まあ、飲む場所結構は早めに飲んで、うん、でも早めに帰って、うん、で僕らの感覚で言うとやっぱ飲んだらねてっぺん超えるぐらいまで飲むみたいなイメージあるけどうん、うん、最近そうじゃない人も増えてきててサクッと、ね、8時9時にはもう帰っていいみたいみたいなはい、はい、この間ちょっとてっぺん超えちゃってましたねいやいやちょっとね大変でした <laughs> 一緒にね <laughs> あれはちょっと大変でしたね。ちょっとね、とある集まりで伊藤社長に声かけてもらってね、楽しい10人ぐらいの仲間で会ってたんですけど、てっぺん超えてましたけど、あれもあれでやっぱススキノだと思いましたあれもすすきのっすね。翌日感じました。いや、しかし。あれもだって。まあ今、今だから言うけど、僕らはちょっと最終的にそんなにね、最後まで行かなかったんですよ。帰ったんですよ。あ、あ、そうですね。はい。だけど、最後まで残った人は、はい。5 0万飲んだみたいですよ。ありがとうございます。ススキノのために。すすきの。はい。 地域経済ていいただあます朝5時までさすがに5時まで飲むのはなかなか最近ねできないけどただやっぱりねそれがすすきのだなって気がするよねそこまでやってるんだからやっぱそういうすすきのであってほしいですよね朝5時まででもどっかでは飲めるや本当にうちもそうですけど閉店時間どんどん早まってるじゃないですか動きもねそういうお店さん応援したいですねそういうお店さんをもっともっとピックアップしていきたいすすきのらしいね あね、すすきのちょっと今日ねどっかで話せたらいいなと思ってたねちょっと最近全然話変わるよ全然すすきので俺今すっごい気になってることあるのおお願いしますしかもちょっと裏技みたいな話くださいあのね寄付あるじゃないですかあり寄付さんあります寄付ってめっちゃうまいじゃないですか味噌いやめちゃくちゃうまいしめちゃ並んでますよや並び、激並び。もう YouTube でも紹介してますそうでこの間ね俺 スナックでちょっと働いててで終わってちょっとなんかラーメン食べて帰りたいなと思ってあのそれこそこのここのすすきのの裏の道に辛地っていうあの辛い分かりますよフードさんが多分やってるチェックしてるチェックしてる一回行った行きましたね辛地の味噌ラーメンがキフルなんですよああそうなんですか今似てるってこといやじゃなくてキフルなんですよ えどういういことで分かんないですよ分かんないは分かんなくなってていや寄付さんをちょっと言い方悪いですよ、うん、おいしいなと思って唐一、うん、さんの店主さんが研究に研究を重ねて寄せてったっていう話ですよね確かね僕薄い記憶ですけど、うん、寄付って書いてたんですよ <laughs> 書いてんだうん提携しちゃったたぶんっていうかフードさんが寄付今やってるんであそうだっあっ そうかもしんない。え、そうなんですかちょっと待ってください。えっと、間違ってる情報の可能性も大いにあるんですけど、なんか俺、それ聞いた違うとこで。なんか僕、全然そな情報知らないから。寄付さん、売ったんですよね。あ、そうなんですかいや、で、辛市行って、寄付のな、水のな、れ来て。え、なそれえ、まんまですよ。待って待って。飲んでたから、うる覚えなのか。え、飲んでたからなんですか遠い昔だったから、うる覚えなのか。いやいや、ついこないだ。飲んでたから、うる覚えなのついこないだ。で、え あんな並んでるのにい市さんノーマークなのノーマークで誰も並んでなかったからこれはいい情報を得ましたねこれ裏技じゃないですかだって同じラーメンだからそう棋風のメンあんなに並ばなくてもい市さん行ったら食べれるっていいやいや違うんです違うんです並んで食べるありがたみはやっぱりみんなああまあ確かにだけど観光客がやっぱいっぱい並んでるなってイメージなんです確かに確かに確かに地元民は知ってほしいねうんい市でそれが食えることを 裏技的にしか見たいなと思って確,かに、ね、確かに。今地元の方だけが知ったいい情報かもしれない。そう。うん。これ確かに裏技です。うん。辛市で寄付だな。<laughs> そうそう。 本当にキフーさんっていうすんごい有名で行列のね、うん、ラーメン屋さんがあるんですけどそこの同じラーメンをもしかしたら今日ちょっと僕もこの後行ってみますけど、うんうん、ご情報かもしれないけど、うん、僕も記憶で酔っ払ってたから <laughs> 酔っ払ってた記憶としては辛い市さんで食べれるこ<う>ここのすすきのさんから徒歩30秒そう,そうすぐ近く30秒いや30秒もうないね15 1 5秒10秒,10秒 <laughs> うんいや僕行った時はちなみに言うと 僕カレーラーメン食べたんんでですよあ<ー>カレーーさ僕ラーメン屋さん昔やっててスープカレーラーメン屋さん会社でだからすすきのでスープカレーラーメン屋さん他どこあるんだろうと思って調べたらカレーイチさんが出てきて、うん、そこにちゃんとやっぱり他社を知らないで自社のビジネスってできないじゃないですかだからちゃんと食べに行ってすごいおいしくて、うん、けどその時はなかったですもちろんいやいやもちろん、ね、その時はなかったんで 最近そうなったのかもしれないですねそう僕ね辛いつは好きでもともとそう結構行ってて辛いし美味しいしなんかすごい美味しいなもともとは味噌ラーメンを食べに行ってたわけじゃないってこと違うだから辛い時にいつも通り辛いラーメンを食べにに行って食べようと思って打ってみたらキフの味噌ラーメンみたいな感じ書いてて嘘でいやまさか嘘でしょと思って頼んだら マジで寄風のラーメンでこんなことあると思ってちょっと今日ね、まあ、せっかくだからこのねこれはねけど僕もいい情報だなと思って、うん、そういうのなんかこうどんどん伝えていける感じだと嬉しいですよねそうそう多分ねいや、まあ、ちょっと知られたくない説はあるんだけどね、はい、ちょっとあんまりねこう混んじゃうなと思うんだけど徐々に広まっていくんでしょうねこういうのってうんうんきっといやちょっとねもうね昨日かおとついねちょっと行こうかなと思ったらね、うん、ちょっと並んでたんですよね どこすかいやいやいやもうすでにもう広まり始まってるやんちょっと始まったてますちょっと不安には思ってるそうですねこれ時間の問題なんでしっかりね辛いチも食べたいですよ大前提ねそう辛いチも食べたいのにそれで混んじゃったらまた辛いチも食べれないし寄付も食べれなくなっちゃうですよねそれでなんかちょっと困っちゃうけどやっぱそういうもんですもんねそっかそういうもんですよねそういうもんす人気のお店っていう人気のお店ですからやっぱり すごいしばらく磯の数も送ってないもんな本当に食べれないあれマジで食べれないマジでどうやったら食べれるんだろうやっぱ観光の方がやっぱいらっしゃった時ってどっか美味しいラーメン屋さん教えてくださいとか美味しいジンギスカン屋さん教えてくださいはもう鉄板じゃないですか鉄板いやね引き出しは持っといた方がいいですよねいや本当本当。うんそう最近に気になってるあの骨と味噌と骨出た僕もめっちゃインスタで見るあれどこっすかあれはススキのすか 好きのなんだあれ、うん、めっちゃ SNS 綺麗ですよね綺麗綺麗あれはねあれ誰がやってるんだろう上手全然からインスタグラムの使い方上手コネット何でしたっけ、うん、味噌と骨味噌と骨か、うん、いや僕もねほんとちょうど見たばっかりうんあれはねほんとにねまだ行けてなくてちょっと行きたいんですよねでいつも並んでてカーティ開店前にうん で、なんか、あの、並んでくれて、ありがとうございます。皆さん、これからオープンします。よろしくお願いします。つって中入っていくのをね、2回ぐらい見てて。なるほど。ああ、素晴らしいなって思って。なんかすごいかも。<laughs> いいんだ。<う>これから来る。もしかしたら来る。なんか、アーティスト探しとちょ近いんじゃないですか。近い。そ,、ね、その、伊藤さんの仕事としては。ご飯を探すのはね、もう。そういうことですよね。楽しい。 今まで探してきた、こう、発掘したアーティストって誰でしたっけあっちょっと言い方は分かんないけど一緒にご縁があったのクリサートとかクリサートそうそうそうあのクリサートさんそうそうそうミス王者とかおおすごいケラケラってアーティストとか一緒にやりましたね全く売れてない頃から売れてない頃から出会ってるんですかもちろんもちろんヒゲダンとか出たヒゲダンさんなんてだってすごいじゃないですか今いやねすごいっす売れてない頃も ああのぐらい魅力ある方々ってんですかいやもちろんとんでもなかったですよなんか突き抜けてたあ突き抜けてたんだ <laughs> うんそれはもう全然違うそうなんだうんやっぱね、うん、全然違うっすよ<な>あっってなるなん,かこなんかこの主題歌とかやったじゃないですかいろんなドラマさんとか映画さんのその前にえっとね北広島のアウトレットに来ててうんそれ僕いましたあ<分>いた けどそういうことですよねそのアウトレットさんとかにいた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 ときにいやめちゃくちゃ足止まったんですよで普段そういうのって絶対足止まんないし早く出たいから全然効かないんだけどあの時とえっと何でしたっけ北海道出身の僕は北広島のアウトレットでそのお二方イオンだ。さんは イオンのあの内房のところでこの二人でめちゃくちゃ足止まったの。そうだからねあのその時その当時ね本当にショッピングモール回ってたんですよ。あ、すごいっすね。僕は全部ついてないけどサンプルは来ました確か。あ、なんかね俺それ聞いてすごい嬉しい。そういう仕事が最初昔の時やってて、そうそうそう今もけどそういうことはちょっと名残あるんですかやっぱり。ちょいちょいやってますしうちの会社自体もまさにそういう仕事お手伝い今もしてるんで。うんうん。 そそうう、この間もうちのスタッフがペドロっていうアーティストのイベントをお手伝いしたりとかペドロっていうのはビッシュっていうグループのアユニディーっていう女の子のグループのか歌手以外にもタレントマネジメントだったらどういうタレントさんをマネジメントされてらっしゃるタレントですかうちのどですかまハンバーガーボーイズ金子智也也さんアンジェラ佐藤いや昨日の夜大食いの動画見ながら寝た 4月,4月29に大食いを放送するんで。え、どういうことですかあの、テレビチャンピオンのやつって、はいはい、あの、大食いをって、あの、みんなが知ってる、あの、大食い、チャンピオンあれの、うん、えっと、新しい番組そう、4月29に、やや、特番。特番でえ、それは全国お全国ネット。で、アンジュラ久しぶりに出るんで。あ アンジェラさん最実はお休みしててんかちょっと本人もちょっといろいろあったというかまあまあやっぱりちょっとそんなに何ん言うんだろうな昔ぐらいちょっと力出せないかもってちょっと不安に思ってたぶんもあったりとかそれでも7キロ組んだけどでも今回も本当に頑張ろうっつって今回じゃあ久しぶりに出ようっつってオファーも来たし大食い女王 女王か魔女の方もちょっとくなっちゃったですよそれもあったしアンジェラがやっぱやんなきゃってことでアンジェラが出て今回じゃあ結果どうなるかっていうのは29日放送を見て4月29日の放送ですねええそれ嬉しいアンジェラ佐藤さんねお店にも来ていただいてますしこうねっ 節度を持って食べててくださるんででお店節度を持っ楽しんでほしいんですけどねうちが食べ飲み放題のお店が多いんでねそういうのもあるんですけどすごいアンジェラさん29日ちょっとそれテレビで見てみますぜぜひひありがとうございますいやえ伊藤さん 僕と伊藤さん、こんな感じで大丈夫ですかいやいや、全然いつも楽しいですよね。ありがとうございます、すごい。今、結構リアルな話を、すごくで今、ちょうどしなきゃいけないなと思う話をこれに載せれてなるほど、なるほど、逆に最後、なんかありますか最後ね、いや、今まあ、特に今、今はないけど、今、ちょうど、そのねとある商業施設が新しくできるということで、なんかそこにね、今、お札幌ですか。 北海道。北海道。おお、そうですか。で、それを、こう、ちょっと相談しようって思ってます。この後、飯食いながら。え、私うん。あ <laughs> <laughs> じゃあ、それはそれで、また飯食いながら、はいうん、はい。ぜひ、いろいろお話聞かせてください。はい。お願いします。はい。ということですね、前半、後半にわたり、株式会社トリプルアン代表取締役社長、伊藤翔太さんにお越しいただきまして、すすきののことや、これからのことなど、お話ししていただきました。伊藤社長、どうもありがとうございました。